ジェイコブ・ダニエル・スタリングスは、アメリカ合衆国カンザス州、ダグラス郡、ローレンス出身のプロ野球選手、ウトを右打ち。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。2011年の MLB ドラフト42巡目で、シンシナティレッツから指名されたが、この時は入団せず。2012年の MLB ドラフト7巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。この年は、 参加の A-Q ステートカレッジ、スパイクスでプロデビュー。AAQ アルトゥーナカーブでもプレイし、2球団合計で67試合に出場して打率。233、1本塁打、30打点、2投塁を記録した。2013年は、a 級ブレーデントン・マローダーズでプレイし、78試合に出場して打率。219、6本塁打。 23打点、1盗塁を記録した。2014年も a 級、ブレーデントンでプレーし、68試合に出場して、打率。241、4本塁打、30打点、1盗塁を記録した。2015年は AQ アルトゥーナでプレーし、74試合に出場して打率。275、3本塁打、32打点、4盗塁を記録した。 2016年は開幕を AAA 級インディアナポリスインディアンスで迎え6月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした同日のシカゴカブス戦にて8番保守で先発出場してメジャーデビューこの年メジャーでは5試合に出場して打率402打点を記録した2017年は5試合に出場して打率357 三打点を記録した。2018年は14試合に出場して打率。216、5打点を記録した。2019年5月17日にマイナー契約で AA、A、級インディアナポリスへ配属された。5月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。父親のケビン・スタリングスは大学バスケットボールでヘッドコーチを務めている。 ありがとうございます。